今回は2022年絶好調で首位に立つ横浜 F マリノスの歴史について紹介します。マリノスは J リーグ創設時からの加盟チームであるオリジナル10の一つです。一度も J2 に降格することなく4度のリーグ優勝を経験しています。オリジナル10の中で降格経験がないのは2チームのみというほどの過酷な J リーグで、マリノスがこれまで長きにわたって安定した成績を残し続けた歴史を紐解いていきます。ぜひ最後までご視聴ください。横浜 F マリノスの前身は1972年に創設された日産自動車サッカー部です。日産自動車は1979年に JSL 初昇格を果たすと、一度は降格したものの再昇格し、1988-89 シーズン、1989-90 シーズンでは JSL、天皇杯、JSL カップの3冠を2年連続で達成するなど輝かしい成績を残しました。その後1991年に J リーグに加盟すると、翌年にチーム名を横浜マリノスに改称し、マリノスの歴史がスタートしました。1993年、いよいよ J リーグが開幕します。 J リーグ開幕戦は強豪のヴェルディ川崎戦でしたが、見事勝利し初陣を飾りました。その後も安定した成績を残し、初年度の最終成績は年間4位となりました。またラモン・ディアスが年間28得点を記録し初代得点王となりました。翌年の1994年は元リバープレート所属のメンバーを3人揃え、リバープレートトライアングルを形成し優勝を目指しましたが、結果は振るわず年間6位に終わりました。迎えた1995年、マリノスは前年のワールドカップでサウジアラビアをベスト16に導いたアルゼンチン人のホルヘ・ソラリを監督に迎えます。ソラリは川口義勝、松田直樹といった若手を積極的に起用し首位争いを演じますが、個人的な理由によりソラリは16節で退任し、早野博が急遽後任に抜擢されることとなります。このトラブルによりマリノスの勢いは一度沈みかけ3連敗を喫しますが、ライバルチームも調子を落としたことにより最終的に勢いを取り戻したマリノスはファーストステージ優勝を果たしました。セカンドステージは首位のヴェルディ川崎に圧倒的な差をつけられて3位に終わったものの、チャンピオンシップで見事ヴェルディを下し J リーグ初優勝を果たしました。翌年は8位と低迷したものの、1997年、1998年は上位につけ、2度目のリーグ制覇の期待が高まる中、思いもよらぬことが起きました。1998年10月29日、同じく横浜を本拠地としていたオリジナル10のクラブ、横浜フリューゲルスとの合併が報じられたのです。理由はフリューゲルスの出資会社の一つであった佐藤工業が経営不振のため、クラブ運営からの撤退を表明し、もう一つの出資会社の ANA も単独でクラブを支える余力がなかったためでした。フリューゲルスの所属選手やサポーターはクラブの存続を求め、フリューゲルスは合併発表後全勝、天皇杯も制覇するという快進撃を見せましたが、1999年2月1日正式に合併が成立し、横浜 F マリノスが誕生しました。横浜 F マリノスとなった初年度の1999年は年間5位に終わりますが、翌年の2000年、最終節でセレッソ大阪を逆転し、ファーストステージ優勝を果たします。しかし、セカンドステージでは勢いが落ち、5位に終わり、チャンピオンシップで鹿島アントラーズに敗れ、5年ぶりのリーグ優勝とはなりませんでした。それでも、中村俊輔が史上最年少での MVP を受賞するなど、飛躍の1年となりました。2001年は、ナビスコカップ初優勝を果たしたものの、リーグ戦では低迷し、クラブワーストの順位となる年間13位に終わります。それでも2002年は再び強さを取り戻し、ファーストステージではジュビロ磐田とのハイレベルな首位争いを繰り広げ、惜しくも2位、セカンドステージは6位となったものの年間2位の成績を残しました。そして岡田武史を監督に迎えた2003年、マリノスは快挙を成し遂げます。ファーストステージはジュビロ磐田との混戦を制し、わずか勝ち点1差で3年ぶりの優勝を果たします。セカンドステージは苦戦しますが、 J リーグ史に残る混戦となったこともあり、最終節まで優勝の可能性を残します。とはいえ第13節を終えた時点で首位との勝ち点差は3ではあるものの7位、得失点差もマリノスを上回るチームが多くある状況で、逆転優勝の可能性はわずかでした。しかし第14節でマリノスより上位につける6チームのうち4チームが勝利を逃し、一気に3位まで順位を上げます。最終節は首位ジュビロ磐田との直接対決、優勝には勝利が絶対条件のマリノスでしたが、前半開始早々にジュビロに先制を許し、さらにゴールキーパー榎本哲也が退場して1人少ない状態でハーフタイムを迎えます。また2位の鹿島アントラーズは浦和レッズに2対0でリードしてハーフタイムを終え、
マリノスの優勝の灯火は消えかけていました。後半開始早々マリノスは追いついたものの、そのまま時間は経過してロスタイムを迎えます。アントラーズも1点は返されたものの、1点リードしてロスタイムを迎え、優勝争いはジビロとアントラーズに絞られたかと思われました。しかしここから奇跡が起きます。後半ロスタイム最後の最後に久保達彦のゴールでマリノスが逆転、そのまま勝利をつかみます。さらに逆転優勝かと思われたアントラーズもラストプレーでレッツに追いつかれ、まさかのドロー決着となり、大逆転でマリノスがセカンドステージ優勝を果たしました。この奇跡的な大逆転劇もあり、マリノスはファースト・セカンドステージともに優勝する完全優勝を成し遂げました。奇跡の完全優勝を遂げたマリノスの勢いはとどまることを知らず、翌年の2004年のファーストステージも文句なしの優勝を果たします。セカンドステージは低迷したものの、チャンピオンシップで浦和レッズを PK 戦の末制し、クラブ初の J1 リーグ連覇を達成しました。2002年の2位からの2連覇、継続した強さを見せるようになり、マリノスの黄金時代が到来しました。2003年2004年の連覇からマリノスの黄金時代はしばらく続くかと思われました。しかしワンシーズン制になった2005年に9位に終わると、2006年から2010年にかけて7位から10位という中位の成績に終わってしまいます。カップ戦でも上位に進出することができず、しばらくタイトル争いとは無縁の年が続きました。2011年には前半戦で首位に立ち、7年ぶりの優勝が期待されましたが、後半戦に失速し5位、逆に2012年は開幕でつまずき7戦未勝利となったことが響き、その後15戦無敗の成績を残したものの4位となりました。なかなか年間を通して強さを維持できる年がなく、優勝争いに食い込めないものの、着実に成績は伸ばしつつありました。迎えた2013年、マリノスは開幕6連勝のスタートという好スタートを切り、中盤一度勢いが落ちたものの再度調子を上げ、首位争いを繰り広げます。そして第32節終了時で首位、残り2試合のどちらかで勝てば優勝というところまでこぎつけます。しかし第33節にアルビレックス新潟に敗戦すると、最終節でも川崎フロンターレに敗れ、あと一歩のところで優勝をサンフレッチェ広島に譲り、9年ぶりの優勝とはなりませんでした。それでも中村俊輔が史上最年長での MVP を獲得するなど、チームとしても大きなインパクトを残した1年でした。2013年に優勝を逃し、再び勢いを失ってしまったマリノスは、翌年の2014年は7位に沈み、2015年、2016年もそれぞれ7位、10位と再び優勝争いから遠ざかってしまいます。さらに2016年オフには3年連続でフルタイム出場した中澤佑二や栗原雄三に対して来季年俸の大幅ダウン提示を行うなど、不義理な交渉が続くチームに対してサポーターが反発し、ホームページ上に謝罪文を掲載することになるなど、チーム内でのごたごたもあらわになりました。サポーターの反発を受けながらも大幅なメンバーの入れ替えでチーム改革を行った2017年は、優勝争いには食い込めなかったものの、最終的には5位とまずまずの成績を残し、来年への期待を残しました。しかし翌年の2018年は攻撃力の高さは見せたものの、守備の不安定さを露呈してしまい、12年ぶりの負け越しとなる12位に終わってしまいました。前年12位に終わったものの、アンジェ・ポステコグルー監督を続投し迎えた2019年は、前半戦こそ中位に沈む時期があったものの、徐々にポステコグルーの攻撃的サッカーが実を結び始め、第24節から無敗を続け、第32節で初めて首位に立ちます。そして第33節では川崎フロンターレを下し、引き分けた FC 東京との勝ち点差を3に広げます。最終節は2位 FC 東京との直接対決となりましたが、得失点差で上回るため大差で敗北しなければ優勝が決まる状況でした。試合は大量得点を目指して攻勢を仕掛ける FC 東京に対して、マリノスはしっかり守り、逆に3点を奪ってみせて見事15年ぶりの優勝を果たしました。再び強いマリノスが戻ってきました。2020年は9位に沈んだものの、2021年は圧倒的な強さを誇る川崎フロンターレに一時勝ち点差1に詰め寄るなど苦しめ、2位ながらも J リーグが2回戦総当たり戦になった1996年以降でのクラブ最多勝ち点となる79を挙げました。総得点82も同じく1996年以降クラブ最多得点となり、首位のフロンターレも上回る得点数でした。2022年も変わらぬ攻撃力を見せ、第21節終了時で首位につけています。このまま2年ぶりの優勝、そしてマリノスの黄金時代が再び到来するときはすぐそこまで来ています。
いかがでしたか？ J リーグ発足当初から安定した強さを見せ続けている横浜 F マリノスの歴史を紹介してきました。これまでは2位以下に大差をつけて優勝ということはなかったものの、その分ドラマティックな優勝が多かった印象のマリノス。しかし2022年の強さを見る限りでは、圧倒的な強さで優勝する時が来るのも近いでしょう。これからもマリノスの爆発的な攻撃力で見ていて楽しいサッカーを期待しています。